月下の剣士ファイナルエディションやらせてください。てってん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 とか言ってないな。言ってる言ってる。勝つからノーコンティニュークリアをお見せしますよ。高値響きでな。すっごい練習した。すっごい練習した。見せてやるぜ。まあ練習っていう練習じゃないんだよ。ただなんか相手がどう動くかみたいな、その間合い合わせるだけの練習だからさ。まあ格ゲーマーに言わせりゃちゃんとコンボ覚えろっつんだろうけどもだな。やるしだが相手やってくれ。俺はかコンボってのはあんまり好きじゃない。なんかこのこうエキサイト QT 的な感じがする。コンボ覚えなきゃなんかダメージ通らんよみたいなのもちょっと、こういう敵さんをうまいこと当ててくるだろ。こっち何もできないし、そうじゃなくてこの相手とこの呼吸を合わせながら戦ってきた言い訳みたいに聞こえるかもしれないが、なんならカウンターとかも対応していきたいんだけど、カウンターはちょっと無理。よっしゃいいだろ、この裏側にこうなんかこう回り込んだりするのさ。2本目始め。ザクがダメだ。今一瞬なんかよからぬことを考えていた。なんかこの全然関係ない、あの本当もう本当も全然別のこと考えて戦ってる最中に切り合いの最中によそ見とか無駄なことを考えてた。何やってんだろう俺は。ちょうどなんかあのスマホの方に LINE が入っててさ、なんかその LINE の返信のことを今一瞬考えてた。何やってんだろうこの命のやり取りをしてる時に。そんなに俺はあれか、余裕か。命のやり取りに対して真剣じゃなすぎた。これ良くない。さあ来い。こんなもんよ。雑魚が。嘘、こんなの嘘よ。高根響き。決める。出ました、リレッカー。もうほんとこいつには勝てん。多分20回ぐらい戦って20回とも負けてる。ほんと何なんだろうこの強さ。ただ逆にリレッカーさえ倒せば割と後の方までいけるっていうのも分かる。この中国人だけはもうほんともうな、ほんともうどうしようもならんけよこいつの強さだけはな。多少悪態つくかもしれん。今のかわされるのはちょっと心外ですね。このね前パンチがね早いの。早くてそっから4分の1ぐらい削られるコンボにこう入ってくるからちゃんと打ち合わせ通りの攻撃をしてくるじゃないか。これがもうどうしようもないんぞ、ほんまにどうしようもないんぞあいつの。ういよかった、いいし、ういおい来い、おい来い、射程のギリギリのところに入ってこい。こっちの切っ先のギリギリのところに。よっしゃい、シャオラ。そうか、相手のこの小艇みたいなのが出た、鎧同士が出た瞬間にね、こっちも合わせればいいか。これもほんま無駄です。分かった分かった、無駄です。これだ、分かった分かった分かった、これで撃つ。無駄です。よし、来い来い来い、これで無駄です。よし相手がカウンターで来るからそこにハイスラッシュを当てていく。それで相打ちになってもこっちが当てる。こうするしかなかったのよ、仕方ないじゃない。いいね、決める。これも定め。ユキ
The night before Yukimachi Cherry Blossom Party, who will be the hottest tonight? って書いてあったんですね。手加減やるぜ。甘く見るなよ、この俺を。真剣勝負もはや1本目始め、貴様に勝ち目は。そんな長い獲物じゃね、正直ね、俺には勝てんよ。隙が大きすぎるんだよ。リレッカほどじゃないの、リレッカぐらいしても隙がない。もう都市空間で来てくれないと。隙が大きすぎる。そんで、そんな長い獲物じゃ悲しいだな。リレッカの足元にも及ばんよ。リレッカと同じ攻略法をこいつに使うとどうなんだろうな。あ、ちょっとやっぱ違うね。それはできんかもしれん。こっちが打った後カウンターをしようみたいな。あ、確かに名前が長いわ。ここで相打ち覚悟のカウンターみたいなのできんもんね。打ってこうもんやっぱな。なるほどね。強靭。いやもう普通に周りに入っていけないんだ。よし。よし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 。怖がらなくてもいいよ。キングダムでやるから。強靭。おっと。いやー、なかなかやるもんですね。邪魔をしない。やるものですね。3本目始め。ほいほい。まあ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 、普通に戦いは負けることはねえ。お、今のが当たらない。よし、結構これも食らうね。その隙が大きいわね。自己硬直が大きいわね。あんまりダメージ来てない。あ、でもちょっと油断してるとまずいかも。あー、当たらない。まずいか。よし、運が良かった。死ぬわけには。死ぬわけには。この2回目の顔をこう覆うシーンがいいですね。何を言うとんじゃ俺は。決める。こいつ強いぞ、真田小次郎。こいつ強いぞ。めちゃくちゃ強い。勝ったぞ。一回手合わせして。真田小次郎、参る。割と好きがない。真剣勝負一本目始め。せいせい。やや。どのタイミングで狙えばいいかな。下か、下段か。違うな、上がるな今のもな。もうちょっときっちり行った方が良かったな。ちゃんと打ち終わりまで。ちゃんとこれ3連撃だよ。うまいこと入れれるとコンボじゃないと。いいでしょう。相打ち。相打ち。二本目始め。お覚悟願おう。お覚悟願うとか今言ったか。よし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 、雑魚が。雑魚が。おお、かわしたのに。ここに詰めるだけだ。まずいぞ。よし、このまま行く。よっしゃー。うらい。先を急ごう。いちいち面白いもん、この高根響さんは。笑わせに来てる。笑わせに来てる。決める。この玄武の沖縄ね、なかなか侮れん。相手の間合いがね、読めん。亀がどう来るかが分からんから。ただ亀さえガードすればすごく隙が大きいから、ある程度中距離までとこちらの場合まで誘い込んで前詰めて、この後切る。
あ、入らん。ちょっとね、相手のペースだね、今。これをね、まだよくねえや。ここじゃ、ここじゃ。好きだらけ。好きだらけ。好きだらけ。チャンス。また回復のやつを。よし。かっこいいもん。これ超必殺ね。わざわざあれを出す必要なかったんだ。すごく早いから当たる可能性が高い。2本目始め。好きだ。当たらん。おお、うまいね。おお、そっちかい。格ゲーと会話してる。うん、いいね。おお、そっちかい。当たる。これがすごいスキル大きいんだよな、実は。これさえかわせれば。なんと。いいですね。何がいいんだか。楽しいね。この後ろの方、これ終わったらラスボスだぞ。なんかあんまり、危なげなく来てるね。でも油断せずに行こう。油断せずに行こう。邪魔をするならば仕方あるまい。もったいぶるじゃないか。いや違う、次やるわ。これラスボス一歩手前というけど、そんなことはね。ちょっとまずいな。相手のペース。獅子王誠っぽいね。火を使うところ。あ、なんで？結構なんか。おお、いいね。何がいいのか。それでは勝てぬ。そうか。まあ勝てないような戦い方だ。ここだ。これしかないな。何回打ってんだよ。一か八かで当たるまで打ち続けてるな。超必殺技を。三本目始め。いいね。あそこで下段に来るんだ。これで今下ガードしてたらこれだもんな。たまらんね。うわ、だからなんかふわっと落ちるから、なんかその大きいぞ。それはさあ来い。あと2発だろう。うわっ、やっ、あと1発。なおだ。私がやらねばならぬのだ。なごな。コンティニューしていいかな、ダメか。